猫からの中に潜む天使がサボって悪魔だけになっちゃったらあなたはどうするの？ささやきのすべて受けるつもり。あくまでも私の話なんだけど。でもそんなはずないよね。うん、そんなことわかってるもの。猫心の中に潜む悪魔が大きくなって乗っ取られちゃったら私のことはどうかお願い。忘れてください。振り向かずに走ってください。思い出のペンダントは壊してください。お願い。